どうも、ピロツと申します。さあ、ファイアーエンブレム、聖魔の功績、続きやっていきます。次は14章、父と子と。ってことで、あれなんですよね。またフリーマップで遊んでたんですけど、それやっちゃうと次のところの、あの、アイコンが出るんですけど、どうやら次がもう、グラド本丸みたいですね。ということはもう、ビガルドとリオンが来るってことなんですけど、いや、もう少し何歩しかあると思いきや、もう来ちゃいましたね。行きますか。明らかにでっかいのが出てきてですね。ま、あれかな。とりあえず、城の、野外から始まる感じから、さすがにすぐ中には入れないですよね。てか、よく見たらもうというか、全然スカスカなんですよね。ここの方向にも今後行くことになるのかな？ね。だってここでほぼほぼある程度解決しそうな気がするんですけど、行きますか。いやもう、ね、大手ですよ。ミラは無事にエフラの元へ返された。流星機も帰ってきたんならもう仲間になってもいい気がするけど。ね。ああ、セライナさん。悲しいです、彼女を一つ死にすることなく最後までグラド騎士として戦ったセライナさん、彼女のためにもグラド皇帝にまつわる謎を解き明かすことを決意し、いや一緒に追ってほしかったね、セライナさん、ね、結局皇帝のことを何も分からず散っていきましたね。エフラムたちはテートに向かう。出た、グラドテート皇帝ビガルトはそこにいるはずだった。いないの？ん？じゃあなんで父とことっていう、だ別にまだここで倒すまでには至らないのか。明らかに早いですもんね、14章だし。あ、結構あっさり、え？あっさり城の目の前まで来ましたけど。グラドテート、昔来た時と変わらないな。案外なんか、錆びれてますね。父上に連れられ、俺とエイリークはここに来た。十世に槍を習い、リオンと共に歴史を学んだ。その程度を自分が攻めることになるなと、あの時は考えたこともなかった。いや、一番の同盟国でしょ。おかしいでしょ、もう、そんな、ね、争ってる時点で。え、回想シーン。モノクロになった。2年前。見た目変わってね。そして英雄グラドとその同志たちは5つの成績によって魔王の力を封じ、グラドは魔王の邪悪なる魂を自身の持つ成績に封印した。あ、5つに分かれてるってこと？じゃああれか、全部成績壊すと魔王が復活するってことか。魔王を封じたグラドの成績は、ファイアーエンブレムと呼ばれ、ああ、ここで出てくるんだ、ファイアーエンブレム。あ、グラドの成績のみなの？命を5つに分けたとかじゃなくて。うわ、じゃあこれもう壊れてるんでしょうね、きっと。今日に至るまで、グラド帝国の至宝とされている。こんなところかな。あ、歴史の授業か。英雄グラドの生涯については、こっちの建国帝グラドが詳しいよ。分厚いな。もうやる気なさそう。字も小さい。あ、俺なら無理ですね、これ。でも、ちゃんと読まなきゃダメだよ。また、マクレガー主催に叱られたくないでしょ？本は苦手だ。こんな弱気なエフレム初めてかも。こいつらは動かないからな。退屈で仕方ない。リオン、お前が教えてくれる方がずっとわかりやすい。あー、なるほどね。ね、理解してくれてる人が噛み砕いた方が確かに分かりやすいかもしれんね。もう、でも君に頼られるのはちょっと嬉しいかな。リオンは勉強できそうだね。エフラム、君は僕の憧れだから。あ、そうなの？まあ、地のリオンに武のエフラムって感じがするね。相対する感じ。君みたいに強くて、勇気があって、かっこよくてすげえ褒める。そうだ。ねえ、エフレム。今度僕に槍を教えてよ。結構できそうな気もするけどね。体弱いんかな。
エイリクに、エイリクに負けてんの？エイリクに負けたままじゃ、かっこ悪いから。いいぞ。じゃあ、明日は修行だな。エイリクに勝つつもりなら、本気でやらないとな。あ、もう頭角出てんのか。2年前なのに。手加減はしてね。かわいい。はぁ、あ。いい関係なのになぁ。エフラム。キャッ、なんだ。あ、地震。また地揺れか。よく起こるな。この地方じゃよく揺れるみたいなんですけど、この地揺れがなんかすごい伏線だってのが、その動画のコメントでありましたね。大丈夫か、ミルラ。はい、びっくりしました。震度3あたりかな。エフラム、このあたりは前からこんな風に揺れるのですか？ああ、昔からのグラドの土地柄らしい。ってことはあれか、2年前からも揺れてるってこと？面白いワードですけど。今みたいに弱い揺ればかりだから、あまり気にしない方がいいぞ。そうですか。あ、エフラム。どうした？お城の中から、まがまがしい気配を感じます。いや、もう目的地、目と鼻の先ですもんね。まあ、世紀があるんですよね、確か。とても奥の、とても広いところからです。おそらく玉座のまだな。あそこに皇帝ビガルドが、今回の戦争を招いた男がいる。行くぞ。一応、父上殺されとるからね。いや、リオンだ。父上。これ別に操ってないの？どういう感じなんだろう。父上、僕たちが愚かだったのでしょうか。あ、普通に会話しとる。もう父ちゃん意識なくて、ね、もう、腹話術みたいにしてるかと思いきや。あなたの死を受け入れることができなかったばかりにこんな、え？死んでんの？パパ。僕がもっとしっかりしていれば。めっちゃまばたきしとるけど。死んでんのこれ。お、来た。ソルジャー。陛下、敵軍が迫っております。お、王子？うっとい、なんかすごい、激画タッチになったけど、リオンの顔。いや、どうしたんだい？そんな顔して。そんな化け物を見るような目で僕を見ないでほしいな。どうしたんだろう。作者が変わったのかな？えらい顔変わりましたね。失礼を。敵中だったね。君たちはみんなで敵軍を、エフラムを攻撃するんだ。よろしいですね、父上。うむ、そのようにせよ。は、承知しました。父上死んでんだ。急に、ほんと悪い顔になったな。さっきまで可愛い顔してたのに。グラド皇帝、ビグラドに命じる。ほう。エフラムは倒せ。やっぱ父ちゃん来んの？死んでる、もうゾンビみたいな感じでしょ。あ、どっか行った。え、もう終わりか。あっさり城内に入れるんすね。ああ、ルナ当たり前になってきたな。宝箱ございま、ああ、二手に分かれてる。結構ガチ編成しないとか、スナイパー。長弓。どうやって倒すってこんなとこ。あ、引きつけてここから2マスでやれってことか。ああ、おったわ。騎士の勲章。S。ちょっと待って。ちょっと待ってください。すげえ強くねえか。守備20。一気になんか、ステータス上がったね。このレベル、倒せってか。あ、結構宝箱あるね。あー、こっちもか。他には、長弓ばっかり。サイレスとか。いや、あ、スリープ。レストも持ってこなくちゃいけない。あ、バサーク。あ、また赤玉くれる。これは盗まなくていいやつやね。リザイアください。リザイア。いや、敵すごいね。ただ一時職場。またソードバスター。違う、ソードキラーじゃなくてソードバスターか。結構鍵くれる。あ、ボディリング。盗めってことっすよね。
コウモくん、いいもん。あー、またキルソード、ここね。あー、まだ一周しないか。あー、したした。ボディーリングだけパクれそうやね。てか盗賊忙しいな、結構。鍵も散りばめで渡しといた方がいいか。一人しかおらんしね。了解です。したら準備していきます。よし、完了しました。いきます。うん、あ、普通に始まっちゃうか。どうやらあのカンペ見てきたらですね、あのレナックが登場するみたいですね。自分が気になってる、それをどうやらラーチェルであの仲間にできるみたいなので、それを頑張りましょうってことと、あとレナックがなんかメンバーカード持ってるみたいですね。どうやらこのショーで秘密の店が来るっぽいです。で、あとそう、アスレ連れてきてですね、乾燥してる宝箱のどこかに、あの導きの腕輪かな、あれがあるみたいなので、早いとこ暮らしにさせたいですね。いや、エフレムで受けたらまずいか、これ死ぬかな。さすがに一撃ぐらいは耐えるでしょう。魔防、まあ、あれか。どうせ魔防ゼロになるし、これはこれでいいのか。で、久しぶりのヨシア君ですね。やっとイチャつけるわ。あ、出てた。出てたか。じゃあ次に支援会話行きましょう。で、あとですね、クーガー君がカンストしたので、クラッシュに行きます。ドラゴンナイトって何になれるんだろう。ワイバーンナイト、はぁ。いや、剣、あー、そっかそっか、ドラゴンマスターで、そっか。はぁ、貫通。剣使えるのってどうなんだろうな。結局、剣の利点って、まあ、三すくみ二種類あるのってでかいか。でもあれですよね、あの、ヒーローズだと多分こっちですよね。ワイバーンナイトで実装されてるし、クーガーはこっちにせえってことなのかな。だいぶめたいこと言ってますけど。他にもドラゴンって仲間なんのかな。まあ、公式がそう言ってんなら、じゃあワイバーンにしましょうか。行こう。乗り物が変わるんですね。ドラゴンが進化するじゃなくて、ドラゴンを乗り換えました。かわいそうに。見た目だいぶ変わるな。蛇っぽい顔。あ、魔法上がるんだ。いや、こう見るとだいぶ強くなったな。全然見れる。守備力もうちょっと欲しいかな。で、行きましょう。で、こっち側はコーマとか連れてきてます。で、あとそう、ジストをテティス姉さんと組ませようかなと。もう言っとくか。あ、ね、あ、届かね。ちょっと配置ミスってますね、完全に。ここから最高度かけて、あの魔導士を倒しますか。ラーチェル、そう。あ、鋼のワンパン。あ、やりやがった。70な、何パーやったでしょう。やってくれたな。コーマネイミも、そう、終わってんのか。で、あとそう、デュッセルさんが、あの、皇帝とお話あるみたいなので、また連れてきちゃいました。デュッセルさん、あれなんですよね。案外固有エンドになるのがいなくて。どうしよう、これ。この辺かな。アメリアと固有エンドあるみたいなんですけど、ディッセルさん。ちょっとアメリアはそう、フランツクのものなので。あ、結構食らうね。9か。それでも9か。これ一応マシかな。うん。2回殴らないとか。コーマにど真ん中開けといてもらうか。右側はそう、輸送隊あるから、鍵は、あい、くっそ。
そう倒しといてほしかったな。結構まずくないかこれ。うん、こいつか。へ、さすがグラド程度だ。お宝も大陸一ってね。こいつ何してんの、ね、あのロアチェルとドズラのね、あの3人組で仲良くやってるのかと思いきや、なんで急にこんな盗賊稼業に。このカード俺の目利きじゃきっととんでもない お宝だぜ。さてと、あとはとっとずらかるとするか。えらいこれ大丈夫かだいぶ遠いけど。あ、ローグなんだ。とりあえずここは取ってくれるのかな。ラーチェル右側が正解だったか。委託に失敗したようですね。おい、倒しといてよ。78% ですけど。頼むよ。よしよしよし。回復しない。ちょっと一気に行くか。経験者がちょっと考えとれん。最高。アーマーキラーとかも出せればよかったな。失敗した。ジュッセさんで真ん中開けるか。ね。一応、ジュッセルさんは、そう、ボスまで暇っちゃあれ。言い過ぎかな。コーマも、ガンガン行こうか。多分行けるっしょ。普通に強いからね。これはもったいないか。ネイミーで取らせつつ。あ、ネイミーも剣使えるんだったわ。もう別にイチャつく必要ないしね。あとそう。支援って3マスほど飛ぶみたいなので、この距離でも剣持たせて、二人でバンバンやってもらえれば、それで良さそうかな。うん。で、これで剣持ってた。いや、普通に強いもんな。あ、クリスカル？てか20%もあんの？え？もう、ソードマスター級なんですけど。え、これ一気にいけそう。ちょ、待って。こいつらを見たいんですよ。ああ、いけそうか。いや、こいつら強えな。じゃあ、並ばせようか、一応。これで、鎧の人たち来るかな？届いとる、これ。うん、ギリギリ OK。左側は順調に進軍してますね。ちょっとレナックが気になるな。あいつどう動くんだろう。あ、クーガーも真ん中行っていいな。こっちも急ごう。ルーテは普通に使っていいしね。エフラム上に上げるか。強いな。エルファイア。てか、ライトニング忘れとった。光魔法を上げたいね。今後、そう、魔物が増えること予想できるしね。ルーテ髪伸びたね。腰ぐらいまである。全然いけちゃうよ。よしよ、ナターシャでもいいな。ちょっと三すくみ的に、よしよ上に上げるのはまずいか。安定感ある。ナターシャってすごい脳筋やったな。強すぎる。22って今1位じゃない。え？なあ。男ども頑張ってくれよ、マジで。エフラに任せるか。全部普通の槍？多分いけるし、あ、上持ったわ。なんならヨシアでもいけるんじゃない？あ、忘れとった。うん、支援伸ばせばさらに硬くなるでしょう。ん？どうした？キャッ！なんだ？何これ？何が起きてんの？何このびっくりマーク？いや、か。まだ、それともどこかに？この城固有の会話これもしかして。敵が嫌がったのか？ち、どこだ？ヨシア様。近くにいてくださったのですね。助かりました。まあ、マップでも全然あり得ることか、これは。ああ、気になるものの近くにいるのは当然だ。半分告白してますけど。まあ、ご冗談がお上手ですね。でも、本当にありがとうございます。大丈夫か。はい。
ヨシア様が矢を叩き落としてくださらなければ怪我をするとこでしたが、おかげさまで何ともありません。でもこれからはもう少し周りに注意します。ああ、癒しの魔法の際にはそれに集中する分周りのことが見えなくなる時があるだろう。自身の言う通り気をつけるがいい。それとその時は俺が近くで守ろう。いえ、そんな、わざわざヨシア様がそばにいてくださ、いてくださらなくとも。なんかもうすごい慕ってくれとるね、ナターシャはヨシアのこと。ヨシア様って言うし、俺だと夫婦か。とんでもありません。むしろ歓迎やって。いえ、なんでもありません。案外ナターシャもね、ほの字なのかな。なあ、またまたやんの。なあ、賭けをしないか。またコインの裏を持って。賭けですか。またこのような戦闘中に。それに一体今度は何を賭けるんですか。あんたはいずれ俺に惚れる。おお、言い切る。ん、もちろん俺は皇帝側に賭ける。どうだ。否定側に賭けるってこと。そんな、知りません。ご冗談はやめてください。あ、どっか行く。おいおい、逃げることはないだろう。ふ、冗談か。 B でもうだいぶ来とるけど。なあ、いやー、案外簡単でしたね。ちょっとコインするだけで。いいな。さあ、行きますか。A でまた賭けすんのかな、じゃあ。こいつら動くんかな。どうしよう。こっち側行ってもいいな。手やりもなくなりそう。エフラムで扉開けてもいいかもしれん。もう常に出し入れできるしね。キララス、言うて使わんしな、そんなに。うん、扉ある。さあ、どく。守備力もそこそこあるしね。あ、クリティカル20もあるわ。出た。やっぱ支援 A って強いね。そのおかげでしょ、これ。経験値やっぱり全然入らんな。また強くなります。いや、力伸びる盗賊って強いよ。あ、31%。もう出た。すごいな、ソードマスターみたいなぐらい出る。うん、いいね。A ぐらいまで来たかな。5%。これ、コーマやったらもう0に近いんかな。いや、ネイビーもかなり強いしな。左側は一瞬で綺麗になりそうやね。あの、真ん中の、あー、お、出た。てか、さっきより 1% 上がっとる。真ん中のアーチャー持ってるあの長弓も、なんとかネイミーで取らせたいね。あ、結構めちゃある。これやべえかも。出た。27% あるし。ネイミーコーマの支援すごいな。まずいかもな。そんな守備力なかった。あ、また出た。4分の1なのに。いいよ。頑張ってナターシャを。惚れさせないと。あ、ソードバスターだった。これ、落としてくれるやつか。あ、倒しきれん。でも、データもあった。3回目。ヒットポイント結構あるね。8つか負けは一応ないか。あ、結構来るね。3スキムきっちりハマれば 7% か。すげえな。全部出る。なんか、下方修正入ったというか、まあ、劣化から、下方修正したみたいなんですけど、全然出ますね。0% 来た。0% よ。26% とかある。うわ、強いわ。ちょっとガチですぎたかな。結構、また出たわ。何これ。ほぼクリティカルなんですけど。ほぼというか 100% じゃない。届かない。アーマー動かないのか。あ、レナック。それでど、ん？今度左側目指すか。あ、そっからまだ出んの。じゃあ、
ルナか。まあ、一発、あ、てか、食らってねえな。じゃあ、宝のおかげ、コウマこっち来ないといけないのか。忙しいね。コウマくんあっちでしたね。とりあえず、アーマー通すか。こっち。てか、下手したらナターシャの方が、あれ守備力結構あるぞ。ちょっと待って。ヨシアよりナターシャの方が硬いやんけ。マジか、これ。ただ、ヒットポイント、ヒットポイント考えると、やっぱさすがヨシアの方が高いのか。すげえなぁ。さっさと倒そう。ティッセルさんでど真ん中行こうか。倒せる。かっこいいわ、今日も。赤いグレードナイト。いいよ。てか。ちょっと、デュッセルさんには酷かな。このグラド兵を相手にさせるのは。扉の鍵あったんだ。まあ、いっか。これでも開けるか。このでっかい扉、全部行くんだ。で、ワンパン。で、宝の鍵もいただいて。なんかグラフィック綺麗やね。ワイバンナイト。気のせいかな。よし。で、コウマがあっち行くか。サンスケミあれやけど。どうしよう。ディストラ倒せる。倒せちゃう。強えな、鋼の体験。一応、経験値稼いどこう。まだまだカンストまであったよね、確か。ちゃんと経験値入る。てか、テティスといちゃつきたいんですけど。でもこうもあっち行くしかないもんな。ちょっと鍵が足りてないわ。左側ネーミーになんとかしてもらう。隊列が、ここで、さすがに硬いけど、なんとかなりそうなんやけど、命中的に。ここでじゃあ、手やりか。よくできてやがる。鋼ならいけちゃうな。これでいっか?22% なら大丈夫っしょ。強いわ。久しぶりに使ったけど、やっぱネイミー強え。シミちょっと低いけど。誰も、コウマくん減ってます。右側のアーマー倒し、てか階段あるな、よく見たら。増援枠か、これ。倒していただいて。ちょっとイチャつくのも、真剣にやってたらターンかかるだけか、これ。さっさと、イチャつきたいけど、まあ、汗に関しては。もうダブル受けいっちゃうか。これで回復して。やっぱ支援ってすごいね。いや、よっしゃ、すげえ、さっき4連続、5連続ぐらいで出てましたよね、クリティカル。だいぶパワープレイしとるな。ぐるっと回って。やっぱ守備力低いのって辛いな。今回クリティカル出なかったか。ナターシャ狙ってこんもんね。出ない。出ない。控えめになりましたね。ちょっと真ん中に行きすぎたね、みんな。お、来た。こいつも長弓だったってことか。じゃあ、スリープ忘れとったわ。7%なら大丈夫でしょう。
よし。どういく、まだ湧きますか。うわ、そっちも。そうですか。一応固めといてよかったかな。ワンパンしてほしい。ディストも届かねえ。とりあえず開けるか。うん。お、早速当たり引きました。ディストで一体取る？そうしよっか。ちょっと真ん中真ん中に総力を注ぎすぎ。じゃあアスレイもういけますね。うん、食らっても大丈夫。ルナ、うん、ルナ大したことない。あ、でもクリティカルあんのか。クリティカル出るとまずいね。なんか下方修正でも。はい、ジストさん、これはさすがにワンパンしよう。うん、今回ターナ連れてきてないので、クーガーくんちょっと暇ですね。暇ってことはないけど。あ、クーガー宝鍵あるんだったわ。さっさと、あれ欲しいね。うん、アスレをさっさとクラッシュにさせよう。で、うん、持ち場に戻ろう。誰か減っとる。ジストか。まあ、少しでも経験値欲しいしね。あ、てか、レナック忘れとったわ。どこで、どう行くこいつ。このまま、こっち側行く？これ？じゃ、こっち側登っていかないといけないか。これ倒しちゃうか。うん。真似で行けるっしょ。ちょっとね、エミーちゃん頑張っとって。すぐ行くから。デュッセルさんが。ちょっと、うん、やっぱ敵の数なかなかやらしいね。あ、てか、ここに行ったらこいつ撃ってくんのか。もう上行くか？ナターシャマジで強いもんな。先に行こうか。あ、全然ダメージ入らん。クリティカル出れば。あんまりヨシャやりすぎるとまずいか。このぐらいにしとくか。で、下から、下にヨシャ置いときゃ大丈夫っしょ。ナターシャ狙われませんからね。強すぎて。持っとく？自分で開けちゃうか。うん。これで。結構広く見えたけど、だいぶ上まで来ましたね。今回も狙ってこない。結構命中上がってきたね。うわ、倒しきれん。これはだるい。あと力が1、うん、人。当ててくる、そして。やるね。ヨシャの方が守備力ないのに。そう。どういう AI なんやろ、本当に。さあ、あ、これ倒せる。いやー、頑張るね。孤軍奮闘、まさに。てか、宝箱、あれか。あ、てか、結構狙われるんだ。長い身で。やべ。わかっとるね、こいつ。さあ、あー、やばい。やっべ。特攻。でも。そこまでビビることはないね。あ、めんどくせえ、これ。まだワープとかもないしな。あれ、ナックが。スリープね。はあ、これだるいな。まあ、一応、全部避けると思うけど。うわ、まだ湧くぞ、こう。その宝よっぽど大事なんやね。じゃあ、いただいて、使おう。うん。これで、またアタッカーが増えるね。修道士は？
司祭と賢者。はあ。いや、これも司祭でしょう。気になるけど。司祭、司祭だな。魔物ゲーだからな。やっぱ魔物特攻は強いでしょう。見た目は地味ですけど。あれ？髪型がもしゃもしゃじゃなくなりましたね。ドット絵の方が。真面目になった。で、取るか。ハルベルト。馬特攻のやつか。馬いないんすよね、今回。ちょっと上の意味だるいな。またコーマが狙われる。もう最高度かけるか。こうして、こっちも取ってと。ハマン！早くない？へぇ。じゃあもうこれで、投げ斧とか、投げ放題ですね。こうか。下から殴ればどうってことないね。いや、テティストイチャつきたいのに。ヒットボールであるし、クリティカルっても問題ないね。そもそも命中低いし。ここでディスト修行しとってもらってもいいかもしれんね。クーガー食らっちゃいました。よし。いや、ネフェリー側がなんかダリコになったな。よし。もう、剣持って、扉開けちゃう？すげえパワープレイ。やれるでしょ、これ。で、ディッセル水産よ。頑張って左側登ってって、あ、てか、ラーチェル、いるのか。レナック、説得するために。こんなとこにおるしな。三すくみ有利。こっちも開けちゃうか。てか、忘れとった。サイリス。あ、レナック近いわ。一発当ててきたしな。てかもう行っちゃうか。行っちゃう&行っちゃう。いけるっちゃうでしょ。ちょっとパワープレイがひどいな。もう全く戦略も戦術もね、小学生でもやれるような。当たっても問題ないしね。あ、クリティカル。11% で。やっぱり支援入ってそうやね。11% もあるもん。で、デュッセルさん。いや、増援がかなりめんどくさいね。よし。で、いつまで湧くんだろう。あー、鋼にしとく。てか、結構痛いね。守備力欲しいな。さすがにレナック殴ってこないでしょ。当たるか。当たる嘘。ちょっとパワープレイすぎたかな。で、みんな当たる。37%。嘘。これまずいか。40%。よしよしよし。一応リブロ持ってきたけど、やっぱ届くかな、ネイミーに。ちょっとやりすぎたかな。やりすぎたかもしれん。やばい。これは、まずいぞ。2回当たると死ぬ。コーンも近くにおらんしな。ナターシャは、てかひどい。この攻め方マジでひどい。さあ、また強くなりますね。また魔力上がったわ。そう、エフラムも構ってあげて。すごいな、エフラムはエフラムで。この辺まだ一時職しか出てこないですね。本丸の割には。てか、将軍格何してんの？なんだ？
ライトな？あ、え？左側のアーマー動いた。このまま終わるんかな？隣接してるからか。てか、ネイビーやばいね。大丈夫かな？すごい威力。よし。で、あー来る、手ありか。30%。ちょっと一回脱出したいな。囲まれる。長弓か。敵のターンが長えな。あ、じゃあ、あ、まだスリープかけようとしてくる。いや、リブロー届かんかなぁ。てか、ヨシアもやばいんやったね。ん？バサーク！ 28%。おぉ。ちょっと待って。だいぶひどいぞ。レナック。まあ、多分、デュッセルなら問題なくいけるけど。ちょっと、リブロー届くかどうかよ。ああ、全然届かないのか。ああ、これまずいな。かなり。とりあえず、スリープはもうなくなったか。ディッセルなら問題なくいけそうやけど、ラーチェルが急がなくちゃいけない。このままクーガーで連れてく？さらに最高度かけて。ネフェに、ネフェにじゃない。なんで、草原のやつが。あー、もう下ろしてもいいかもな、ここまで来たら。ネイミーがまずいです。回復したいな。もう何も持ってない、うん。ちょっとダリーことになった。一旦帰ろう。帰ろう。こっち側は、ちょっとスナイパー誘いたい。あ、これちょうどいいかも。飛行、ここは。で、コーマくんあっちに行かなくちゃいけないし、アスレ。このまま左側でもよかったかもね。で、ジャツコ。ヨシュは、先にな、これ切れそうじゃなかった。うわ、ちょっと待って。あれ、こいつ動いてない？もしかして。これ死ぬね。ワンパンできるけど。これチーム動くか。じゃあ、回復後回しても良さそうやね。で、ワンパンして、で、アーマーもワンパンすれば、一回ぐらい。ダメだろ。命中40。二回食らうと終わるね。あ、一体ならかわせる。この辺なんか持ってない。バーサーク。ちょっと待って。これ逃げるか？これまずいね。輸送隊で何かもらうか。そうしよっか。目いっぱいあげて。まさかこんなことに彼女置いてきた。傷薬でいっか。で、使おう。いや、情けねえ。いや、別に使わなくてもよかったか。エフラムの陰にいてれば当たらんじゃん。ひでえパワープレイ。あんまりこういうの好きじゃないですよね。やっててあれなんですけど。あ、でも運もいいっすね。30%でも平気で当ててくるしな。よし。なんとなく右側は落ち着いたね。当てるっけ ?34。これ考えると、ナターシャ、やっぱり運がありますね。ああ、また 37%。
30% でやっぱり当たるもんな。剣士が来たわ。よし。で、長弓くん。ん?ルナか。0%。すげえ。ナターシャもそうしてます。ただ2回殴らないといけない。速さもあるもんね。これはさすがだわ。よし。また扉の鍵。うん。ゼロよ。右側の落とすやつ来るかな。あ、お前じゃないのよ。くっそ。でなく、あ、ちょっとだるいぞ。だりいことになった。ちょっとこれ倒すか。倒しきれない。あ、てか3すくみでなく早いね、移動。ワンパンするべきでしょう。あー、ちょっと長い目後回しかな。レナックなんとかしないと。あ、いいとこわかる。魔法銃もあるし。で、手あり。三スクに無視していいかな。三スクじゃない。すいません。どうしよう。ラーチェル急がなくちゃやけど。じゃ、ここなら全か?あ、ラーチェルにリブロン持たせたのか。とにかくよ。こっち側のこれ倒さなくちゃ、殴ってこんしね。これでいっか。左のアーマー倒して、クーガーで行ってもいいかもしれんね。よし。さすがに上級職軍団だったら楽勝やね。あ、てか、こいつあれじゃなかった?やっぱボディリングのやつか。そうそう、そのためにコウモ連れてきたんだったわ。コウモ急いで。ちょ、支援も聞かせたいしね。これでかかるか。で、あ、このラーチェル狙ってもらう。手槍でもいいな。あ、てか両サイドから狙われるの、そしたら。クーガー。あー、倒しきれねえ。このまま、うわ。こんな厄介なことになる?まあ、ヒットポイント回ったんだし、特攻あっても倒せるでしょう。倒せるじゃない。耐えれるでしょう。よし。で、良き位置にラーチェルを置いて、長い目も一発ぐらい耐えれるでしょう。ヒットポイント低いけど。ここ、絶妙やな。届くかな。あれならちょっと囲まないといけないか。遅れてしまったな。さあ、いちゃつきつつ。こいつなんもないね。じゃあここで引きつけつつ、次のターン手やりで取ろうかな。ルナルナ。もう短期で行こうか。いけてしまいそうやけど。このバサークや、なんかしゃ、なんとかしたいね。行く?行っちゃう?ちょ、レスト持ってきたよね。うん。ちょ、かかっても大丈夫。ヨシアなら狙ってくれんかな、バサーク。仮にかかっても。あ、てか、エフレムがやべえんか。あれ、ラックなんとかしたい、早く。結構、次のターン。しっかり当たるな。絶妙やな。レナックまずいかも。ああ、そうするよね。ただこれで射程に、はい、ああ、微妙なところ取ったな。よしやか。入った。くっ
そう。やべえ。あ、一応塞げるけども、クーガーの魔法はうんこですね。あー、やっぱり一歩届かねえ。くそ。威力まあまああるね。ちょっと受けから始めるか。クーガーも回復して、で、塞ごう。よし。いいとこいいとこ。魔力もう少し欲しいかな。で、手やりも。で、これ邪魔やな。こいつできるな。とりあえず、このターンしのげば、レナックはなんとかなる。よし、倒そう。これもらえるやつや。結構回数減ったっぽいな。17番か。いや、長い見間は、あれやよね。使わなくちゃいけない時、結構あるし。やっぱ射程3マスはでかい。一応上に行っとくか。あ、これパクらないといけないのか。うっかり倒してしまいそう。一応、イチャつきつつ、経験値も稼ぎつつ。いや、もう1時間やってんのか。早いな。地味に力2もあるんだ。で、もう一応上に上げとくか。はぁ。やっぱマップが広いね、普通に。あ、忘れとった。ヨシア君。よし。エフラム上げたらエフラムも絶対かかるしな。まあ、一応これで、バサークをなくならせれればいいとは。つえーマジでつえー魔法低くても目つぶれるね、これは。よし。逆に下げといた方がいいかもしれんな、これ。ああ、でも命中、確かに、ああ、でも下げた方がいいな、これ。ここだわ。さあ、結構痛い。お、ナイス。これでかい。追撃取れる。もうクリティカル。やっつけ負けだけはやめてほしいな。全員クーガー来るか。これ食らうか。あと2発まで。よし。左上のやつ大丈夫か。これは余裕でしょう。0%。これは余裕ですね。クリティカル？また出ちゃう。今回支援入ってないのに。かなり強いな。ヨシアまだ届いてるかな。よし。こっち側は大丈夫そうやね。いや、ナターシャマジで強いわ。この先、あれ、魔物が出てくるし、魔物特攻もやばいでしょ。ほぼ満杯してくれるかな。魔物でもかなり強いのも出てきとるしね、サイクロプスとか。よし。レナック、あ、やめて。レナックこれでいけそう。あ、やべえ、忘れとったわ。かわしてほしい。よし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 。こっちのバサークか。まだ湧く。よし。これで仲間にして。一旦、引くわけにいかないか。ただ、次から、バサークかかってもいいし。いや、なんで、お前ら決別してんの？まあ、こんなところにいましたのね、レナック。ラーチェル様？あらら。さ、行きますわよ。ちょっと、事情を説明してよ。ちょっと待ってくださいよ。行くってどこへです？悪いんですが、俺、え？今俺はグラドに雇われてる身で。え？そういう、雇われやったん？
雇われ盗賊って聞いてくださいよ、人の話を。まあレナックどうしましたの？話したら後で聞いてあげますわ。ですから早く私についてきなさいな。いやだから俺はドズラのおっさんと違って雇われなんですよそうだったんだ仲良し三人組かと思ったの。ルネスまでのご縁って仕事はちゃんと果たしたはずでしょ。あ、そうだったよ。かなり仲良く見えたけど、まあその後も報酬ももらえずあちこち引っ張り回されましたけどね。報酬払ってねえんかよ。あら、報酬ならもう十分得たではありませんか。あ、あげてんのちゃんと。どうがですか。ロストンの王女様だからっつうからさぞ金払いもいいだろうと思ってたのに、ほとんどただ働き同然で散々あんたらの妄想に突き合わされるし、善行を行ったという喜びはお金には買い難いものでしたよむちゃくちゃやだ生活してけんぞ。さ、納得できましたね。行きますわよ。だから俺はもう嫌ですって。だいたいあんたに付き合ってたら手もいねえし。あったくもう、なんであんな仕事引き受けちまったんだか。レナック急ぎますわよロボットかこいつ、同じことしか言わん。あー、はいはい、わかりました。いやレナックとそうね、支援関係結べたら普通にやってるんですけど、なんかレナックがそう固有エンドを持ってないみたいなんで、あれもいっか、レナックのラーチェルもありかもしれん。レナックドズラであるみたいなんですけど、それはそれで微妙やな、今思えば。結構痛いけど、別にいいかな。さっさと左側倒しちゃう。うん。おう、10% だよ。で、メンバーカードというか、秘密の店もあれみたいなんですよね。ん？ここか。ここっぽいっすね。この場所。アーチャーがいる場所。ちょっと急がないとな。あ、届く。さすが、ワイバーン。逆に、あれか？バサーかかったらまずい。一応引きつけるか。届かんもんね、絶対。とりあえず、これ倒しとくか。誰狙ってきたっけ？とりあえず、ラーチェルの範囲に置いとかないと、だるいから。あ、なんか二人いんなと思ったら、レナックやったわ。めっちゃつこうかじゃあ。で、支援も聞かせて。一応、うん。落ち着いたね、そこそこ。バサークまだある？あと2回か。これもアスレで左、左じゃない。右上行ってもありやね。よし。いや、もう杖軍団が。これえぐいな。ナタシャこっち行く？短期がけ。うん。魔法めんどくせえな。あ、てか、レスト持ってないとだるいわ。やってしまったかも。バサークかかるとだるいな。かかるとだるいぞ。え、特にヨシアとかかかるとまずいんやけど、救出すればいいのか。これ大丈夫かな ?20% 台もダメなんすか。もう何も信用できんな、本当に。うん。左上の階段からも出るかな、なんか。ルーテか。あ、結構ダメージ、ああ、そっか、魔法無視やからか。うん。ただ倒せそうやな。もう一発。よし。で、増援がなかなかやまんね。やっぱ闇魔法長いわ。エフェクトが。アスレ前に出しとけばよかったかな。
そろそろでもやむでしょう、増援も。バサークなんとかしてお、あー、レナック。入ったね、これ。くっそ。え、ルーテにかけんの？かからんやろ、これは。よし。こっちはアスレに任せよう。うん、脇もやんだね。うん、あ、クリティカル？やる。頭を丸めたアスレイ。ちょっとナターシャこっちに戻すか。あ、そっか、ルーテもライトニング使えたんだわ。あんまり慣れんね。賢者が光使えるって。それだけ今回光が大事な作品なんでしょうけど。よし。あんま上げたくねえな。魔法低いし。こっちはレストあるしね。うん。よし。脇もやんだか。レストしたら経験値うまいね。うん。どこすか。あ、ワンパンしてほしい。鋼なら、うん。あ、鉄でもいい。こっちは弱いのか。よし。コウモくん、ボディーリングを。あ、てかそのままレナックに行ってもらえばいいのか。そうしよう。あ、鉄杖。鉄っていうか、鉄の体験。じゃあ、コウモは左上の宝箱行って、レナック組んで、ボディーをパクリつつ、パクリつつですよ。あ、最高のかけれる。ラージがそこそこヒットポイント減ってるんだってね。宝の鍵。真ん中開けてもらわなくちゃな。こいつめ、あ、バサークなくなった。真ん中行っか。よし。うん。で、いっちゃついて。扉開ける？バサークが気になるな。やっぱこっち側でバサーク上がると終わるしな。一旦帰ろう。うん、これで安心だ。さあ、あー、ここに吉野が来るか。かかってもいいよ。よし。これで、ね、これでなくなったか。よっしゃ。じゃあ、こっち取りに行こうか。お、いいとこに移動してますね。倒させてもらおう。いや、ネイミー今回すげえ頑張ってる気がする。うん。ほぼ避けるね。まあ、3% な余裕か。で、パクリに行こう。で、そこまで強いの？結構微妙じゃない？ヒット覚えてもそんな高くねえし。やれるかい？で、なんか一応ジスト行っとくか。扉の鍵。あー、てか盗賊全部あっち行ったな。ナターシャの鍵で開けるか。あ、これだけで。よし。そーりゃ突っ込めい。うん、ワンパン。もう増援わかんない。あー、でも上にも階段あるな。湧きそう。テラーチェも回復してあげたいな。完全にリブローの適任者、あの、ナターシャでしたね。魔力依存だし。よし。あ、シエ出た。早いね。次、支援しようか。あ、来た。大丈夫か。結構めちゃある。くそー。あ、来た。ルナか。こいつできるな。普通に強い。よし。もう、なんか増援も湧きそうにないね。で、盗んで、このまま、あ、このままジストで行ってもらおうか。
負債コードかけてて、なんか声がガラガラになってきたな。1時間級の収録はやっぱり喉にきますね。よし、 OK。 さあここ叩いて、ああ、3つ目かなこれ。かなり天使の衣もらえてる気がする。よし、じゃあ、あ、クーガーもそういえばグラドやったね。あ、何も見てなかった。クリティカルで取ったら終わっとったね。ここに来てダメップが、うん、あ、速さか。さあ、あ、赤玉も忘れとったね。さあ、どうやらデュッセルさんとエフラムでちょっとした会話があるっぽいっすね。ルーテアスレ行こうか。うん、これってなんか偶然村に出会わせたやつですよね。どんなになるんだろう。ん、これは、ふむ、なるほど、勉強中か。ルーテさん、何してるんです。あ、いや、少しケミシドロムシの生態を観察していました。ケミシドロムシ、相変わらず好きですね、そういうの。相変わらず、昔からそういった類のものに見たり触れたりといろいろしていたでしょ。あ、結構幼馴染みなのこいつら。たまに部屋から外へ出ると途端に落ち着きがなくなってましたよね。まあ確かに外の世界はいろいろと興味深いです。あらゆる文献書物がありますが、抱えていることとは実際違うこともたくさんありますし、このケミシドロムシにしたってそうです。言いづらいなこれ。元来、成虫は歯が完全に取れて飛べなくなるもの、うん、とファブリア昆虫、ファブリア、ファーブルじゃなくて、昆虫記の120ページあたりに記載されていたはずなのですが、今見たものは成虫なのに羽がまだついたままです。ほう、これは亜種では。やはりこういった特例はあるんですね。貴重なサンプルなので持ち帰りましょうか。虫か。はあ、でもいたずらはもうやめてくださいよ。いたずら？もう。小さい頃にセジロトカゲの尻尾を白いの代わりにして、何？いろんな生き物の名前出てくる。私の貸した本に挟んでいたでしょ？返された時にびっくりしましたよ。そうでしたか。それに私が雲が苦手なのをご存知なのに、何十匹も捕まえてきて見せたり。相当虫好きだよね。苦手な対象の生態を理解していた方が良いと思い捕まえてきたんです。近隣に生息する全ての種を捕獲するのに苦労しました。そんな苦労をしてまであんなことを。ですが自らも軽い快感を得る体験でした。ご迷惑でしたか。ふう、いいですよ。一応私を思ってやってくださったことなんでしょう。ルーテさんなりの優しさだと思って受け取っておきます。そうなの。勘違いでは。あ、でも、幼馴染みっぽいね。うん。喉が限界だな。あ、強っ。ただ普通に耐えるね。受けから始めよっか。まあ、なんなら一発入れといていただいても。うん。エフラムの、あれ、レギンレイブで特攻入らないかな。どうだろう。いや、右の、階段から出てきそうやな。二つあってね。お、まだディーンからですね。一応、え、もうゾンビなんでしょう。陛下、わしがお分かりになりますか。うわ、喋らねえ。陛下、やはりもはやお許しを。あ、気づいてたのかな。すっげえ人目であるな。お、いいよ、ナイス一撃。ここはエフラムで行くべきでしょう。師匠は横に。あ、しまった。レギン、レイブだったわ。まあ、これでいっか。特に支援もないし。そう、またレベル上がったか。うわ、つえ、つえ。つえよ。技も上がりだしたな。さあ、あ、特攻効く。
倒せるね、全部入れば2発とも。ちょっと必殺1ポイントあるの気になるけど、あ、でも忘れとったわ。ここ？あ、あれね、秘密店。じゃあお買い物行きますか。あ、キラボール。パージ。あ、さ、え、すごいな、ラインナップ。わ、すごいな、ここ。エナジーリングとかはダメでしょ。全員力ムキムキにしてやろうかな。あ、こっち系もあんの？たっけえなぁ。わぁ、これ、全部買っとこうかな、人数分。導きの腕輪とかすげえ足りてないですしね。うわ、これ優秀すぎる。ちょっと転職アイテム、数えていきます。よし、完了しました。さすがにエナジーリングはやめときました。まあ、そこそこ値段もするしね。うん。で、クラッシュエンジンアイテムも人数分買っときました。これで、ね、ガルシアとかあの辺も全部いけるので、あとフォルデカエルとかもか。うん。楽しみですね。では、撤収です。これでもう倒して大丈夫っすね。うん。行こうか、父上の仇。受けから始めるか。うん、受けからだな。どんな会話があるんだろう。まあ、リオンの父親でもあるし、ちょっといろいろありそうやよね。意味ないけど、いちゃついとこう。よし。あ、てか、経験値あるんだったわ。しっかり決めてほしいね。60% しかないけど。エイフラムやったらいい。あ、回復すんのか。あ、てか、これ倒せなくなったかも。ビガルド。あ、呼び捨て。リオンのパパなのに。まあ、さすがに、父親を殺された方の恨みの方が強いか。なぜルネスを侵略した？なぜ父上を？喋らんよね。答えろ、ビガルド。やはり、もう、まともな状態ではないのか。なんか言ってほしかったね。うん、倒しきれん。いって。お、かっこよすぎる、マジで？怒りのクリティカルよ。見せるね、エフラム。うわー、何も語らなかったね。あ、乾燥したのか、これで。すべてがうまくできとる。まぼわかった。一つもカンストはしなかったね。ステータスの方は。あ、そっか、制圧してからか。じゃあ、ラーチェルで。何もわからなかったね。さあ、どうなるんだろう。リオンどこ行った？あ、消えてった。あ、死んだ。なんだ、これは。ビガルの死体が一瞬にして灰に。これは何か、どういうことかな。魔物化されてたってこと？おそらくは闇魔道の類でしょう。死人を復活させるとこうなるのか。ともかく、帝都の制圧は完了しました。うーわ。やってのけたよ。あんな劣勢からグラド帝国を。てか他の将軍たち何してんの？私は城内を占めてまいります。残敵がいないとも限りませんので。俺も行こう。城のどこかにリオンがいるかもしれない。全然出てこんだね。もう脱出、おっと。買おうよ。買おうよ。まだゲイガタッチになってますね。やあ、エフラム。待っていたよ。父上には勝ったみたいだね。やっぱり、エフラムは強いね。あれ、ここはもう、ちゃんとエフラムの意識はある、エフラムじゃない、リオンの意識はあるんだ。リオン、お前なのか。教えてくれ、リオン。一体グラドで何があった？喋ってよ。全然喋ってくれ。なぜお前はこんなところに。お前は父親を、皇帝ビガルドを止めなかったのか。普通のリオンなら止めてますよね。先には魔石にやられたのがやっぱリオンで、それで父親、
でも父上死んだったって話もあるし、どういう時間軸なんだろう。まさか、この戦争を起こしたのは本当にお前なのか。答えてくれ、リオン。多分魔王という、魔王じゃない。操られたのが先ですよね、リオンが。その後に父親が死んで、それを隠そうとして操ってって感じか。誰より争いが嫌いだった。お前がなぜ？僕は。やっぱ操られてますね。僕はね、エフラム。BGM が不穏すぎる。ずっとこの時を待ってたんだ。どういうこと？エフラムが近づいてくる時ってこと？ん？この世界をグラド帝国の、いや、僕のものにする。子供の頃からずっとそう考えてた。そのために君やエイリークに近づいたんだ。ルネスという国の要所、どこを攻めれば崩せるのか。いや、そもそも奇襲してきたからさ。まあでも、ある程度情報を得てたから、あっさり崩せたのか。おかげで学ばせてもらったよ。君たちが無力な僕を憐れみ、内心で、なんて言うのこれ。産んでる間にね。ん、リオン。違う、俺は。それでやっとその日が訪れた。僕は無能な父親の代わりに全ての策を立て、実行に移した。そうして君のルネスを滅ぼし、君のお父上の命を奪ったんだ。お前が、嘘だ、リオン。だってお前は、そうそう、教えてあげようか。君の父上がどんな最後を遂げたか。この描写は なかったもんね。笑っちゃうよ。お父上と来たら、弱いくせに必死になって。弱くないでしょ、あの人。仮にもエフラムの父やしな。リオン、それ以上父上を侮辱するのなら、たとえお前でも、怒った？なかなか煽るね。でも君じゃ僕を止めることはできない。まあ、そこそこ強いんか。グラドとフレーの成績はすでにつぶえつぶえ。これなんて読むの？すぐ難しい読み仮名使う。ジャファの成績も同じ道をたあ、ジャファのも行かれたのか。僕を阻むのはあと2つ。まだ2つもあるんだ。ルネスとロストンの二つか。ことごとく破壊し、僕は望みを叶える。やっぱ成績破壊されると何かがあるんだね。一個でも結構ギャーギャー言ってたのに。何？エフラム、君は邪魔なんだ。だから。困ったな。君の相手をしていきたい、してあげたいけれど、今の僕はまだ本調子じゃない。どう、なんか、頻繁にクッてやりますもんね。だから、また会おうね。君がその時まで生きていたら。僕の手で死なせてあげる。お父上と同じようにね。消えた。じゃあここが、ただの通過点なのか、グラドは。なんだ、それじゃ。報告します。この奥で牢屋を発見しました。誰かいてんの？何者かが囚われてるようです。誰？そんな、あれもないっすよね。誰かが捕まってるとか。誰だ？お、シャーマン？誰です？ん？誰だ？マジで誰？もしや、私の処刑が早まったのですか？なんとか司祭様？あの人。え、でも、あ、その人って殺されましたよね。濡れ衣抜きさせられて、確か。いや、あなた方はグラド兵ではない。どなたです？さすがに顔はわからないか。俺はルネス王子エフラムだ。お前は、あ、やっぱりわからないんだ。ノールと申します。ノール。このグラド帝国で魔術研究をしておりました。こいつが何かやらかしたのか。魔術研究か。なぜ、こんな牢の中にいる？うん。答えたくなければ、それでいい。では、リオンは何をしようとしている？俺はまだ、あいつに聞きたいことがある。リオン様と話を。あなたは何もご存知ないですか？だって何にも教えてくれんもんだって。パパも何も喋ってくれんかったしね。どういうことだ？リオンがどうかしたのか？
お前は何を知っている？こいつも教えてくれないのかな。私の知る限りよろしければお話ししましょう。おそらく信じてはいただけないと思いますが、すべての始まりは1年前に陛下が崩御されたことでした。1年前に死んでたの？それを1年間も隠蔽してたんだ。陛下は以前より病を患っておられ、それがついに。待て、それはどういうことだ。一応1年前なら平和な時代ですよね。相当前やし。1年前といえば帝国がルネ、え？あ、そうだ、そう、そうですよね。帝国がルネスを侵略する前の話だろ。うん。今どんだけ経ってんだろう、侵略してから。半年ぐらい。第一、皇帝ビガルドは、今この手で倒したばかりだ。順を追ってお話しましょう。ともかく1年前、陛下は確かに病死なさいました。リオン様はひどく悲しまれ、また怯えておられました。その悲しみから、魔の術に手を染めたのか。自分には父へを継ぐ力のない。父がいてくれなければ何もできないだと。うん。そしておっしゃられたのです。父への血を伏せるように。自分が父へを蘇ら、やっぱりそうなんだ。蘇らせると。蘇らせる。はい。ご存知の通り、クラドの成績は特別な力を持っております。あ、純粋に成績で生き返らせれるの？かつて魔王を封じ、その魂を封印した成績は、ファイアーエムブレムと呼ばれ、以前よりその魔力を供養のために利用できないかと、研究が進められていたのです。中心となっていたのは、リオン様、それに私たち、闇魔道士たち。なんで闇じゃないとダメなのかな？普通に司祭とかでもいいような気するけど。リオン様はその力で人々を救うのだと、嬉しそうに私に話してくださいました。リオン。その力を陛下の復活のために使うと、リオン様はそうおっしゃられました。日が経てば噂は広まります。陛下の死が知られては手遅れになる。リオン様は食事も取られず、夜通し研究に没頭され、そして、とうとう完成したのか。何があった？私は直接その場を見たわけではありません。私は到着した時には、すでに、ビガールド皇帝が復活してたと、グラドのファイアーエムレムは二つに分かれてしまっていました。成績が二つになってたのか。一方は成績、そしてもう一方は魔石か。階層？長いね。一年前、宝箱ある。リオン様、どうなされたですか、リオン様。君は誰だっけ？あ、もうこの時点でダメなのか。そうそう、ノール。我が帝国の魔術研究の一員だ。そうだ、君に良い知らせがあるんだ。父上がね、生き返ったよ。すごい淡々と言う。陛下が？目つぶっとる。さあ、父上。目を開けるんだ。すげえ。陛下、信じられない、まさか。リオン様、一体どのような奇跡を？その石は？これはまさき、成績以上の力を持つものだ。ファイアーエムレムから僕は純粋な魔だけを取り出したんだ。そんなことできんの？父へを蘇らせたのもこのまさきの力なんだよ。まさき。僕の手にはこのまさきがある。だからもうこっちの抜け殻はいらない。成績はもう力ないってか。壊したの？ひえ。リオン様、成績を、なぜ？邪魔なんだ、成績はね。この大陸にある他の四つ、それも全部壊す。あるのはこの魔石だけでいい。完全に何かしらに乗っ取られてますね。でも悪い顔じゃなかったね。こういうことか。その後、陛下はリオン様が望まれるままにルネスを侵略されました。そっか。リオン様のご様子を心配し、何とか説得を試みておられたマクレガー司祭は、この人、
濡れ衣抜きさせられて処刑されたんでしょう。ルリオ様の手で処刑されました。悲しいね。いやー、魔石のせいかすべて。私も反逆の罪でここへ幽閉され、明日には処刑される身でした。助かったね。リオンは今どこにいる？わかりません。私はリオン様が恐ろしい。今あの方はまるで。リオンは俺の親友だ。まだここまで言えるのか。まあ別に、あれが本当のリオンってことは、本当のリオンじゃないってことはつくづく言っとったもんね。お、宝箱ください。エクラ様、こちらへ。確か、ここに。何？魔石じゃなくて成績？どうしたんだ？ここに何がある？ここはグラドの成績が以前安置されていた場所です。グラドの創世記もその傍らに創世記。運が良ければまだ残っているかもしれません。創世記？何これ？各国の剣能が身につけたという古の時代の防具か。防具？剣国帝か。うん。グラドの武具は確か。マテングレープニと国府ガルム。これもうヒーローズにありますよね。赤間の馬のエイリーク持ってるやつと、ガルムって総選挙エフラムのやつ。あれって、やっぱ神技級の、あれだったんだ。ね、封印劣化でいう、新初期か。うん。その通りです。よくご存知ですね。昔、リオンに教えてもらった。リオンに教えてもらったことはちゃんと頭に入っとるよね。普通に頭いいんじゃない？エフラム。ともかく、探してみよう。エフラ様、こちらに、創世記が見つかりました。あ、運良かったね。これが、しかし、わからないな。成績は破壊されたが、この創世記だけは残っていた。でも名前からしてなんか、まがまがしい名前ついてましたけど。なぜだ？わかりません。もしかしたら、いえ、なんでもありません。言ってよ。結構大事なことやよ。エフラ様、どうかこの創世記はあなた方がお持ちください。だが、いいのか？はい、おそらくは。あの方もそう、望まれたのかもしれません。リオンがってこと？闇の魔導書？いや、すっげえ強いけど。へえ。今、シャーマンつったら、ユアンか。あと今、能力仲間になるのかな？ガルム斧ですよね、やっぱり。速さ上がる。斧使い。これはロスか。てか結構斧使いおるか。ちょ、待って。捨てますかじゃないよ。輸送隊は？あれパンパンなんかな、もう、もしかして。お、誰だ？あ、モブのペガサスですね。エフラ様。伝令か、いいところに来てくれた。すでにフリリアへ伝えてもらいたいことがある。なんか穏やかだ、なさそうですけど。実は、大変なんです。ジャハナにおられる、エイリク様、ヒニア様、どうなってんの？グラド帝国、将軍、トラメイシと月長石の攻撃を受けています。将軍こっちに攻撃でよかったの？本丸取られてますけど。エイリクが、トラメイシの削れたと、月長石のバルタ。盛況なグラド帝国の中でも、最強と謳われる将たちです。まさか、帝都の防衛を放棄し、ジャカナに向かっていたとは。いや、放棄したらダメでしょ。フリリア、東方面軍、ロストン聖騎士団が協力して応戦に当たっていますか。それでも防ぎきれないんだ。敵軍の攻勢は激しく、このままでは、マジで？直ちにジャカナに向かう。エイリカを救出すると。ですが、今から向かっても、とても間に合うとは。無理なの？ワープする？間に合うさ。決まっている。決まってんの？エイリカは俺の妹だ。あいつは決して諦めたりはしない。そして俺はエイリークの兄だ。俺は決して妹を死なせはしない。そんな精神論でいけるもん。嘘。相当走らんなんてことか。
また新たな展開になりましたね。リオンはどっか行ったし、ね、クラドの将軍たちは、ね、本丸を守らず好き勝手しとるし、いや、イベントの長いショーになりましたね。うん。したら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。